はい、ではね、えー、こちら、K、K110S なんですけど、リベンジです、えー。この前、この前というか、この前、いつだっけ、昨日えっ、ー、と、アイドラップでホバリング、要はフルスロットルでのホバリング、定点ホバリングですね、えー、この前したらね、えー、空中分解しましたんでね、えー、まさか空中分解するとは思わなかったんですけど、とりあえず、えー、やって。 てみましょう、えー、ピニオンは8のまましていますで一応ね今度ねじックちょっと強めのね、えー、グリーンを使ってますじゃあいきましょうアイドロップはこっちらのワルケラがねアイドロップ右だからもうちょっと頭おかしくなるんだねはいじゃあホバリングのアイドロップマックスはいこれで定点ホバリングですね 一応感度がね100-0になってると思うんですよね、あのデュアルレートエクスポは。えーまあ、基本自分はあまりスティックは操作しないうかタイプなんで、あれなんですけど、まあ、こんな感じです、はい。あとは背面ですね。背面、案外背面の方がね、本当落ち着くっちゃ落ち着くんですよ。こんな感じで。 プロポが、ね、一応飛行機用のちょっとカリカリのついたやつなんですけどまあちょっと言い訳してます、はい、こういうふうにね案外 K110 って安定してますんでね、えー、はい、うん、ということでまだとと取るものがまだあるんでね1.8ギガぐらいしかもう容量ないんであったあたまた抜けたな、ね、今、まあ、ちょっと斜めになっちゃったの見えたんだな浮いてるときになまた、はい、ちょっと修理ですねちょっとあの <laughs> またなったななっ、えーね、線が切れたはいここね重いきしに差し込んでもねなんか抜けるんだよかといってねボンド付けするとねこれがへし折りた時の修理が大変になるんでね、えー、ボンド付けはしたくないじゃないんですけど今度あれだなあのホットボンドでつけようホットボンドならね付きも付けもつ、まあ、くやろうし、えー、まあ外す時も楽でね えー、そうだ。ホットモードつけましょうね。はい。以上になります。